いいね。めっちゃすげえ勢いで倒れたな。いや、すっごい衝撃だったんだろうな。でも所持金が9万2000になりました。やるか。12で満足していた S1 の私はどうかしてたぜ。今許したらどう。シルベル4から5に上げるのに無線機器が妖怪一足りないしてる。だから今なら許してやるっつったのに。ほーん、スラックトレンチですか。大したものですね。だったらスピードで勝負。PW 持ってんのになんでスラック使ってんの。明日から聞こえるんだけど。お、目覚めた。あ、なんか取り巻きが急に2つ出現した。ひえー援護するグルフォン。なんだてめえ、さっき6倍スコープ覗いて見てたろ。光ってんの見えたぞ。持ち帰ったね。何か少なくとも音の聞こえる範囲にいる。6倍以上のスコープで覗いてきてるっていうことはロングショット以上だよな。ラセレーターであんなもん使わないから。ロングショットに6スコつけてるか、バシリスクか、キネのどれか。で、ソロでキネを使うっていうことはまずありえないから、バシリスクかロングショットのどっちかね。音が聞こえる範囲って結構近かったような。意外に広いよ。の割に動かないな。まあ、いわゆる芋砂根性ってもんなんじゃない？ほら、いたわ。どこに移動した。っていうことまだあそこにいるっていうことは俺を見失ってんな。今見られたな。いました。見損ねた。そして今の双眼鏡ってオンしないんです。ならない。なんでお前。腰ぐらいは当てろ。モルタイックベルトなんだろ。
兵28に負ける気持ちはどんな気持ち？よくわかったな。よいしょ。でもアサルトライフルで AGS しながら移動するのはダメだな。俺最近知ったんだけど、こっからも入れるんだなっていうのを知った。ゲロ吐いてんじゃん。あかん、このままだとジェフの水分が尽きる。救ってやらないと。救ったわ。頭も出してくれたわ。さすが救済したら頭が出るんだなって。股間のもっこりに入れたらええねん。出た。実は股間のもっこりがセーフポケットだったっていう説。決め打ちしちゃった。わお。前は誰だ。何者だ。アルミを持っている。よし、通れ。ひょいひょいひょい。これモーメントで。バッテリーの信頼性って EV 車。いや、2倍ならマンティコア持ってるやつ殺せば手に入るな。この真上にいるやつマンティコア持ってるかな。2つ持ってんじゃん、ラッキー。最高、完璧。早くしてんね。ストレーション。
絶対ここ見てるやつらだろう絶対ここ見てるやつらだろう。ヘビーサイクルツールを持ってカカカカカカカ回しながらやってるのって絶対ここ見てるやつらだろう